にちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、弾いてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。いつもどうもありがとうございます。今回はどんなことをやるかと言いますと、いや暑いですね。本当にクーラーの音入ってると思いますが申し訳ありません。あんまり暑すぎて髪の毛また自分で切っちゃいました、はい、上手でしょ。あんまりよくは見せない。今回はどんなことをやるかと言いますと、僕は前回ゼロからギターその493台弾き語りをさせていただきました。松山千春さんの墓場、の超詳しいギターの弾き方をやってみたいと思います。この墓場、2023年4月確か19日春の新曲でございました。83枚目のシングルということですごいですね。それでは、千春さんの世界をあやかりまして、墓場の超詳しい弾き方をやる前にギター弾き方のポイントをいくつかご紹介します。はい、それでは超詳しい弾き方をやる前に、ギターの弾き方のポイントをいくつかご紹介します。まずこれお断りしておかなければなりませんのが、この墓場4月ですから5、6、7とまだ3ヶ月経ってないんです。今日7月の17ですから、明日で3ヶ月、なんですよ。なんで、まあ新しい曲だから、やれば見てくれるだろうなと思って、スケベ心を丸出しにしてやってみたんですよ。やってみようかと思ったのはいいんですけど、どこにも出てないんですよ。インターネットにもないし、YouTube にもちょろちょろっとしか載ってないんで、まあある方のを見て、それで僕は書きました。自分で墓場を遠巻きにここに書いてあります。あんまり四角はお見せしませんけど、歌詞をまず書いてそこにコードだけ載せたんですけどね、その、僕が作った、コード進行でやってみたいと思います。なんか声が出なくなってきた。まずこの墓場キーが、Em なんですよね。で、カポタストはつけません。それで全体的にアルペジオで弾いてきまして、サビはストロークみたいな感じで作ったんですけども、作ったっていうか、そういうふうに弾き語りやってみたんですけども、まあ、ただこのアルペジオでと弾いていても面白くないんで、よく見ますけど、ストロークで全部感想を弾いてしまうやつをあんまり面白くないじゃないですか。そこにまあ「ちゃんとなんだって」みたいなことを言うんだったら面白いんですけど、ただ弾いてても面白くないんで、ちょっと単音弾きとかっていうメロディーチックな単音弾きをなんだみたいな感じで、前奏と入れてみたいと思います。まあエンディングにもちょっと入るかな。
あと乾燥の認識、乾燥に入った時の4小節もちょっとメロディアスにします。そうすることによってなんかこう抑揚と言いますか、がつきますんで、ただギター1本で弾き語りをやっていても、おや？みたいな感じで聞いてもらえるようになりますから、そういうような感じでちょっとやってみましょう。ではまず前奏です。はい、それでは前奏をやってみましょう。まず1、2、3、4、5、6、7、8。8小節あります。で、コードは表示しませんから、メモ用紙に今のうち書いてください。いきます。全部1小節ずつです。まず最初に使うコードが E マイナー。次が F シャープ。次が A マイナーセブン。そして E マイナー。で、次に C メジャーセブン。次 A マイナーセブン。そして B セブンコードが、2小節となります。全部で2、4、6、いや、8小節になります。全部コードは1小節ずつでございます。ではまずアルペジオのパターンをやってみましょう。基本パターンを最初にお伝えします。 E マイナーコードを押さえてください。で、いつもの例のやつですね。ちょっとカチカチごめんなさい。いきます。このパターンでいきます。で、まず最初に E マイナー、そして F7、F シャープなんですけども、これは普通に今のパターンで、と弾きます。そしたら次に A マイナー7コードで、よいしょ、こうした方がいいかな。 A マイナー7コードですね。これで小指で2弦の3フレット、3フレットを弾いて、3フレットを弾いて離してと弾きます。で、次に E マイナーコードで、2弦の1フレットを人差し指で押さえてと弾きます。で、次に、C メジャーセブンコードで、まあ、さっきのこのでもいいです。で、ここまあ、ファジーにしておきましょうみたいなことをやるかもしれません。5弦を弾いて4弦、基本パターンはやったのが、こんなことをやったりもします。やりますとは言いません。なっちゃうかもしれませんとしときましょう。 で、次に Am7 コードで、薬指でも小指でも構いませんが、押さえやすい方で、1弦の2フレットを押さえてください。この F シャープの音、ファのシャープ。
と入れて B7 コードで、歌に入ってきます。今のを続けてやってみましょう。ゆっくりやりますんで一緒にやってみてください。ではいきます。ワン、ツという感じになります。前奏はこんな感じでやってみましょう。はい、それでは、次に間奏をやってみましょう。歌の部分はこれ最初に練習しましたんで、だいたいこれでいきますから、それだけ練習しておいていただいて、あとは自己練習で、はい、あと次にその感想ですけども、全部で12小節あります。で、構成としましては最初の4小節が、ソロギターみたいな感じで、次に、アルペジオだけで8小節というふうな構成でございます。で、その前半4小節をソロギターみたいな感じでやりますんで、そこだけ練習してみましょう。では先ほどと同じようにコードを申し上げます。4小節すべて2個ずつ2拍ずつ、コードが変わっていきます。ではメモの準備はよろしいですか。言いますよ。 C コードで2拍 B7 あ D D ですね D D7 コードで2拍Am7 コードで2拍 G コードで2拍 C コードで2拍 Em コードで2拍 F シャープコードで2拍で、最後に B7 コードで2拍。全部で4小節、1,2,3,4,5,6,7,8 と8個というか8回コードが変わります。では、まず僕はちょっとやってみますんで、ご覧ください。こんな感じです。ただあれはい、こっからです。ギターソロが入ります。そこはこのアルペジオだけでいきます。では最初の今僕がやりました4小節ちょっとやってみましょう。
はい、じゃあちょっとやってみましょうがいいんですが、どういうふうに弾くかお伝えします。まず C コードで、いきなりこの G の音を入れます。小指で1弦の3フレットを押さえてください。 C コードにプラスして1弦の3フレットを小指で押さえる。そしてパンパン、ここでスライドさせます。小指をで、まあ、こういうメロディを入れるわけです。で、行きましたら3フレットから5フレットまでスライドさせて、で、行きましたら今度 D7 コードで、そのままと入ってきます。まあ、ここ入っても入んなくてもいいです。入った方がいいか。これで1小節で、次に Am7 コード、弾きます。 Am7 コードに1弦の2フレットの音を足します。そしたら次に G コード、 G コードでこの小指は1弦の3フレットじゃないですか。で、これをここにって2弦の3フレットの音を鳴らします。と弾きます。ここの2小節ちょっとやってみましょう。というふうになります。はい、では後半、2小節でございます。と行きましたら C コードで E マイナーコードと行くんですけども、 C コードで、2弦の3フレットを小指で押さえてこの音を弾きます。で、次に E マイナーコード、 F シャープコード、 B7 コードとなります。まあ、こっちでもいいですし、こっちでも別に構わないです。僕はこの流れで行った方がいいんじゃないかなと。押さえづらい場合はこっちでも構いません。はい、F シャープコード、 B7 コードっていうふうになります。まあ、続けてやりますと、まあ、要はこのとなります。はい、ではもう一回、続けてゆっくり一緒にやってみましょう。たどり着くのか、この次からですね。
はい、これが感想の前半4小節になります、ゆっくりとちょっと難しい部分もあると思いますんでゆっくりとやってみてください。はい、ではサビの、ストロークの部分をちょっと触れておきます。僕 Am7 コードです、はい、で次に D7 コードですね、はい、Am7 コードで練習してみましょう。歌聴きますとこのの4ビートの、ダウンストロークだけでいけるようなんですけど、僕前回の弾き語りの時に勢い余っていつものジャンジャンジャンジャガジャンジャンジャンジャガでやりましたんで、どっちでもいいと思います。ジャン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 でもいいし、はい、そこだけちょっとやってみましょう。こっちもお伝えしておくか。右手なんですが、いつもお伝えしてますけど Am コードを押さえていただいて、僕はこの人差し指のこの辺をメインにしまして、であとなんかこの辺とこの辺が触れるような感じで、こんな感じで、これでは弾いてません、こんな感じで、これはオーバーですけど、アップストロークの時は人差し指だけでやってるような気がします。あんまり意識しちゃうとねガチガチになっちゃいますから、ふにゃふにゃにして、はい、優しく弾いてあげてください。ストロークはこんな感じでございます。はい、それではエンディングでございます。エンディングは前奏と全く同じにします。まあ全くといっても最後の2小節多少変わりますけども、最後の1小節が Em コードにコードは変わります。はい、でちょっと最後の2小節だけやってみますと B7 コード Em コードとなります。ベロンベロンで終わりにします。なんか弾き語りの時みたいなことなんかやりましたけども、それは別にやんなくてもいいです。もしやりたかったらでハイコードの Em コードを押さえて1弦の12フレットをハーモニクスでとやっただけです。みたいな、軽く触れて話すというやつですね。漢字だけお伝えしておきます。どこだ。じゃあ行きます。たどり着くのか。Am7 コードで2弦の3フレットに小指で入って離す。Em コードで2弦の1フレットを押さえて離す。Am7 コードで1弦の2フレットを
弾いて話す。 B7 コードでベローンといって Em コードで、最後のは余計かもしれないですから、この Em コードで閉じましょう。はい、以上前奏、まあちょっとなんだ、歌、そして感想、エンディング、これぐらいで大丈夫ですね。はい、それでは、今お伝えしましたギター弾き方のポイントを踏まえながら行きますよ。松山千春さん2023年新曲墓場の超詳しいギターの弾き方やってみましょう。
とえ姿見失おうとも追いかけて
わけも。わからずにいる。というわけでございまして、松山千春さん、2023年春の新曲墓場を超詳しくやらせていただきました。いかがでございましたでしょうか。皆さん寝てませんでしたでしょうか。僕ははっきり言って半ば寝てました。なんかぼーっと してきました。あんまりゆっくりすぎて、はい、まあゆっくりだからよくわかんないっていう部分も、曲の方はゼロからギターその493の弾き語りの方で、お聴きください。これは何をやっているかっていうのをゆっくりお伝えするコーナーですね。危なかったです。もしよかったらやってみてください。この動画を初めてご視聴くださいました南野陽子様方は、今日は南野さんでいってみましょう。南野陽子様方はなんだそれはみたいに思ってるかもしれません。まあこんなことをやってるチャンネルでございます。はい、もしよかったらこの機会にチャンネル登録をポチ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 っとやっといてください。で、あと鳴ってるベルの、あ、これグッドボタンだ。もう欲しがってしょうがない。これ押しといてくださいね。鳴ってるベルのマークって3つあるんですよね。あれ、色の濃いやつ、鳴ってるベルのマークをポチッとやっといていただければ、
僕がこんな動画をアップした時にお知らせが来るんですよ、あれやっといてください。チャンネル登録だけじゃなくて、はい、よろしくお願いいたします。じゃあまた、ためになる動画をなんかやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今回はこの辺で終わりにさせていただきます。じゃあまた見てね。ゼロからギター見て弾けたなら、チャンネル登録してね。そして右に出てくる。